皆さんこんにちは。テレビアニメアイドルマスターサイド M、 バイト高城教授役の梅原雄一郎です。皆さんこんにちは。テレビアニメアイドルマスターサイド M、 バイトピエール役の堀江俊です。皆さんこんにちは。テレビアニメアイドルマスターサイド M、 バイト渡辺実役の高塚智人です。はい、第4回目の収録後、サイド M は我々バイトの3人でお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、これまで0話から第3話まで、はいはい、放送も終了しているということですけど、どうですか、アニメになってサイド M をやってみて。いや、やっぱりね、うん、キャラクターたちがこう動いてるっていうのはやっぱ当たり前ですけど、なんか感動しますね。なんかそれまでやっぱ僕らは ね、ドラマ CD とかゲームのカードのイラストにしか声を当てる機会なかったので、今回アニメになって動いてる BL にバイトに声を当てられるっていうのはすごく、うん、嬉しかったですね。感動だよね。どうだった高さん。やっぱり動いてると、うん、こうやっぱ感情とかもそうですけど、その心の感情の変化とか、うん、そういうのがやっぱり見えるので、我々もすごい気持ちを込めてというか、そうだよね、お芝居もしやすい、そうですね、環境が整っています。そんな感じで。逆に梅原さんはどうですか。いや、そうだね、まあその絵を見て当てるっていう作業が今までサイド M ではなかった。そうですね。そうするとやっぱり受け取れるものは違うよね。絵、うんうん、を見たことによってよりこう教授のことを知れたりとか、あ、教授ってこんな表情するんだとか、うんうん、なんかこんな、なんていうか、こう動かないこともあるんだなとか反応でね、うん、確かに周りがわーってなってる時に教授だけそんなに動いてないと、あ、やっぱ教授ってそういうキャラクターなんだとか再確認できたりするから、そういったところではやっぱりかなりいい経験、これからまたアニメじゃなくてサイド M で教授を演じる時の糧になった。ああ、なるほど、ね、それは確かにどのキャラクターにも言えることかもしれないですね、うん、確かに。そんなこんなでね、第4話は、はい、なんと我々バイトにスポットが当たる。そうなんです。そうなんですよ、はい、いやー、ねえ、まあ、ネタバレできないから、うん、なんともね言えないんですが、まあでもだってこれまでさ、あんまりそんながっつりは喋ってないじゃない、うん、バイト。そうだね、そうね、うん、3話までは、うん、だからそれこそ初めて見る人にとっては、うん、バイトってこういうグループなんだぞっていうのが、うん、ね、知ってもらえる機会になるというか、確かにすごい、ね、まあ、そんなにあれは喋れないけどバイトの関係性の分かる回じゃん、うんうん、そうね、確かに関係性も分かるし、それぞれのなんかこう、なんていうのかな、過去の、うん、まあ、過去何やってたかとか、過去にどういうことがあったかっていうのがちゃんとこう含まれてるというか、うん、そうですね、それぞれ3人とも全員含まれてたから、確かに脚本がすごい、いや、すごいですよね、1話にこうにうまくまとめていて、すごいなと思いました、うん、だって俺毎回 V チェックのために泣くもん、うん、4話はね特にだった、やっぱり、まあ、そのみんながこう動いてるっていうのもあるし、やっぱ内容的にも、うん、尊い尊い尊いね、尊いね、尊かったでしょ、だって。いや、でもまあ確かに、うん、PV とかを見た時もそうでしたけど、さすがの僕でもちょっとうるっときました、さすがの、さすがの堀江でもさすがの堀江でもいいんだよ、そう、確かにね、これが高塚智人だったらもうそりゃボロ泣きでしょ、ボロ泣きだよ、ね、まあそういうことですよ、うん、本当に、まあそんな第4話ね、はい、楽しみにしていただきたいですね、うん、いや本当にね、そうなんです、その4話は今週、はい、土曜日より順次放送が開始されます、うん、はい、はい、次回の収録後サイド M は誰が担当なのでしょうか、そちらもお楽しみに、ということで以上収録後サイド M でした。それでは皆さん放送をお楽しみに。アイドルマスターサイド M ブルーレイ& DVD 第1巻12月27日発売決定。初めての CM のお仕事緊張します。一巻買わないといかんってな。くだらないこと言ってると降ろされるぞ。そんな言い方ないだろ、大体お前はいつも。うるさい、特典がたくさんあるんだ、告知時間がなくなる。あ、もう時間切れみたいです。最高。
アイドルマスタープロローグサイド M エピソードオブジュピターのブルーレイ &DVD が発売決定だぜ。俺たちジュピターのゼロからのスタート、ちゃんと目に焼き付けとけよ。応援してくれるファンがいる限り俺たちは立ち止まらねえ。目指すはトップアイドル、それだけだ。11月22日発売。これからよろしく頼むぜプロデューサー。